こんにちは、ケンです。今回は東京都練馬区の第2弾石神井大泉学園を中心に紹介していきたいと思います。石神井大泉学園一帯は都心へのアクセスも良く、住宅地としての人気も高いエリアです。大正期に池袋と飯能を結ぶ武蔵野鉄道、現在の西武池袋線が開通したことによって沿線地域の発展を大きく後押ししました。その中でも水の恵みが豊かな石神井においては、三宝寺池周辺が公園として整備され、武蔵野の自然に触れ合える住民の憩いの場として賑わいます。大泉学園一帯では新設された駅の北側に箱根土地による住宅分譲地の開発が進められました。練馬区は本来板橋区の一部でしたが、戦後住民の運動により1947年に練馬区として独立、東京都では23番目の特別区となり現在に至ります。この独立の経緯、そして練馬駅周辺、豊島園、光が丘、江古田については練馬編第1弾で解説しています。概要欄にリンクを貼っておきます。石神井公園は1959年、昭和34年に整備が完了して誕生しましたが、それ以前から景勝地として知られていました。石神井公園には三宝寺池と石神井池の2つの池があります。三宝寺池は井の頭池、善福寺池と並んで武蔵野三大遊水地として知られています。写真は明治後期から大正初期あたりの三宝寺池の様子です。江戸期には将軍の鷹狩りの場ともされ、江戸名所図会にもこの三宝寺池が描かれています。池の東側には室町期の1394年に創設された真言宗の寺院である三宝寺があります。1625年と1644年には将軍徳川家光の鷹狩りの休憩所としても利用されました。湧き出る地下水は枯れることがなく、水が澄んでとてもきれいだったため、1918年大正7年には三宝寺池の一部を切り離して石神井水泳場が作られました。写真下部の中央に水泳場が見えます。後ほど触れますが、右下に並ぶ白っぽい建物が豊島館と石神井ホテルになります。当初は簡易プールでしたが、関東大震災の翌年、日本初の100メートルプールとして再開されました。このプールは府立大師公衆遊泳場と改名し、オリンピックの競泳代表の強化合宿も行われたそうです。1939年にプールは閉鎖となりました。1955年にはプールの跡地に西武鉄道が石神井釣り道場という釣り堀を開設しました。1987年まで営業していたそうです。1915年、大正4年、池袋から飯能まで現在の西武池袋線にあたる武蔵野鉄道が開通した後に、石神井公園周辺は観光開発が進み、2年後の1917年、三宝寺池の南側に旅館武蔵野館と料亭豊島館が開業します。料亭豊島館は日本共産党がまだ地下組織だった頃に大会が行われたり、俳句結社ホトトギスのメンバー高浜虚子らが訪れ食事をしていたそうです。一方、石神井ホテルには天才バイオリニストとして人気のあった諏訪禰豆子が少女時代に住んでいたり、隣接する茶店三原支邸に太宰治、石神井在住の段和夫など多くの文士が訪れていたと言われています。豊島館は1975年に老朽化のために取り壊されました。石神井ホテルも石神井アパートとして一般人に開放されていましたが、1977年に取り壊されました。こちらは現在の三宝寺池の様子です。三宝寺池の周辺は1930年に風致地区に指定されたことにより、三宝寺池でのボートが廃止されました。ところで1993年の夏に三宝寺池でワニ騒動が起こったことを記憶している方も多いはずです。事態を重く見た区は公園を封鎖し、ワニを捜索しましたが結局は見つかりませんでした。しかし、その騒動から1年後、石神井川の下流でワニの死骸が発見されています。このワニが三宝寺池で騒がれたワニと同一のものかは不明なままです。話を戻します。1934年、昭和9年、もともと三宝寺池から水路を引いて水田として活用されていた場所に、その水路をせき止めて石神井池、通称ボート池が作られます。この池でボートに乗ったカップルは別れるという伝説があるようです。確か井の頭池にも同じような伝説がありますが、おそらくそれは近くに弁天様を祀った神社や寺院があることに起因しています。実際、三宝寺池のほとりにある厳島神社には穴弁天として弁天様の使いを祀っていますし、井の頭池には井の頭弁財天があります。弁天様は女神であり、嫉妬深いことに関連付けられているのでしょう。
今でも石神井公園では灯籠流しの夕べというイベントが開催されていますが、かつては石神井公園灯籠流し花火大会と呼ばれ、灯籠を乗せた船が何艘も連なり大きな花火が上がる規模の大きなものでした。石神井公園はこれまで数多くの漫画の舞台になっています。漫画ど根性ガエルの舞台も石神井公園でした。1970年から76年にかけて週刊少年ジャンプで連載され、72年から74年にかけてテレビアニメ化されました。平面ガエルとなって主人公ヒロシのシャツに張り付くピョン吉、そしてピョン吉ヒロシを取り巻く面々が繰り広げるドタバタ劇。作者の吉沢康美は石神井公園のカエルを見てピョン吉をひらめいたと言われています。ど根性ガエルのヒットにより23歳で石神井公園から徒歩6分の場所に一戸建ての家を建て、現在も居住されているとのことです。島耕作の作者日野金健氏も石神井公園に自宅を構えていたこともあり、島耕作には公園の風景が幾度となく出てきます。そしてあのドラえもんも実は石神井が舞台だと言われています。のび太の住所は原作不幸の手紙同好会における手紙の中で東京都練馬区月見台と明記されています。ただし練馬区に月見台という地名はありませんので、富士見台がモデルではないかということです。藤子不二雄に多大な影響を与えた手塚治虫が富士見台に居を構えていたこともありました。この辺りの事情は遠足新報というサイトに詳しく記載されています。概要欄にリンクを貼っておきます。またこれは一種の都市伝説かもしれませんが、漫画に出てくる土管が並べられた広場は石神井台3丁目にある喧嘩広場という広場がモデルだとされています。この土管の上でのび太は昼寝をし、ジャイアンが歌を歌いました。ところでこの土管こそ当時の時代背景を象徴しています。テントウムシコミックスでの刊行が始まったのは1974年。1970年代当時は東京23区でもまだ下水道が今ほど普及しておらず、いわゆるボットン式の汲み取りトイレが多かったのでした。とりわけ練馬は下水道の普及が遅れていました。というのも農産物の産地であることから有機肥料として飼料への需要が高かったこと、そして急激な人口増加で下水道の敷設工事が追いつかなかったことが理由として挙げられています。そして土管が地中に埋められる前は原っぱに野ざらしにされており、それが子供たちの格好の遊び場となっていたわけです。ドラえもん、ど根性ガエル、島耕作、こうやって振り返ると私たちの子供時代の文化的な成長において練馬という土地は実は深く関与していたわけですね。さらに漫画ネタが続きますが、石神井公園のほぼど真ん中にある休憩所兼売店の豊島屋、漫画孤独のグルメではこの豊島屋のグリーンピースが乗ったカレー丼が取り上げられました。他に焼き団子、おでん、ラーメンも人気です。大正元年創業で昭和34年にできた石神井公園よりも歴史が古いお店です。続いて石神井公園駅の変遷について解説します。1915年、大正4年、武蔵野鉄道は池袋飯能間で開通し、その際現在の練馬区内には練馬駅、石神井駅の2駅が置かれました。農村地帯だった練馬が住宅地として開発されていく端緒となりました。1933年、昭和8年に石神井駅は石神井公園駅と改称されました。こちらは島村秀樹という地震学者により撮影された写真です。いかにも郊外駅といった様子の駅舎。1928年から62年まで34年間使われた駅舎です。停車中の車はいすゞが組み立てていた英国車のヒルマン・ミンクス。当時の公務員の初任給が1万2000円だったのに対し、このヒルマンは1台72万円から96万円、庶民にはとても手の届かない車でした。こちらは昭和40年代の石神井公園駅前の様子です。多くの人々が行き交っています。すでに宅地化が順調に進んでいるのが推察されます。右側の女性の向こうに映っている車はトヨペットのコロナ、左手に見えるバスは西武バス、男性が駅に向かって走っています。海風さんがツイッターに投稿していた昔の石神井公園駅南口、1992年頃の写真です。阿佐ヶ谷行きの関東バスの乗り場は広場の反対側の路上にあって、バスが止まると道を塞いでしまうので発車時間間際まで広場で待機していたそうです。地上駅時代は改札も南口と北口で別々になっており、南北を結ぶ自由通路は設けられていませんでした。地上駅時代の北口の様子です。緑色のバスは国際工業のバスです。石神井公園駅が地上駅だった頃、
駅の両側にあった踏切は都内でも有数の開かずの踏切でした。写真は駅から池袋方面へ向かう最初の踏切です。こちらは16年後の同じ踏切です。この後高架化工事が始まります。こちらは同じ踏切の2009年工事中の様子です。2010年から翌2011年にかけて上り下り線ともに高架化工事が完了。この高架化工事についてはナトリウム JP というサイトが国名に写真を掲載されています。概要欄にリンクを貼っておきます。駅舎がない頃は駅の反対側を空高く遠くまで見通せました。続いて駅前商店街の様子を見ていきましょう。1955年昭和30年の石神井公園商店街です。駅南口前から石神井公園のある南西方向へ伸びる全長350メートルの商店街。大正時代には一軒のタバコ屋があったのみだったそうです。現在はパークロード石神井としておよそ170店舗が加盟する商店街となっています。戦後町の宣伝のために山車に乗せた大灯籠を子供たちが引いて回るお祭りを開催しました。これが後に石神井公園の灯籠流し花火大会へと受け継がれたといいます。現在は石神井銀座通りとなっている石神井銀座商店街のアーチ、福沢呉服店や十字堂洋品店は戦前からすでに存在していたようです。そしてこの写真が撮影された時に竣工した分譲住宅が石神井公園団地です。西武池袋線石神井公園駅と西武新宿線上石神井駅の2駅が利用可能な場所に東京オリンピック後の1967年に売り出されました。総戸数490戸は都内の団地としては最大級で、都心へのアクセスも良好なことから瞬く間に人気物件となりました。モデルルームの中はラッシュ時の国電並みの混雑。募集の蓋を開けてみると490戸に対して6241人の応募があり、中でも 3LDK の一部はなんと 222.5倍という高倍率だったそうです。しかし築年数が経つにつれて水道設備などの老朽化が顕著になってきました。さらに5階建てにもかかわらずエレベーターが設置されてなかったことも住民の高齢化に伴い深刻な問題となりました。そこで団地の一括建て替えが決定し、2023年に最大で地上8階建てのマンションに生まれ変わる予定になっています。さてここからは大泉学園周辺を見ていきましょう。大泉学園一帯は関東大震災以降の郊外住宅地への旺盛な需要に応えて箱根土地が開発した学園都市として知られています。駅ができた大正13年頃は駅の周辺は桑畑や雑木林で、他には何もありませんでした。大泉学園という名前の由来ですが、神田一橋にあった東京商科大学、現在の一橋大学が移転先を探していたのを知った箱根土地のオーナー堤康次郎が大学を誘致して分譲地の文化的イメージを高めようとしたためです。同大学が分譲地近くの石神井に運動場用の土地を購入していたことから誘致に成功すると考えていたようです。こちらは大正末期の箱根土地による土地案内パンフレット。最初の方には東大泉新設停車場から池袋駅まで20分、東京駅まで約1時間と読めます。しかし結局東京商科大学は国立に移転を決め誘致に失敗、名前だけが残ったわけです。ところでこの案内図よく見ると大泉新停車場の右側、青梅街道と武蔵野鉄道が交差する部分に商科大学と記載されています。まだ誘致に成功するかどうかわからないのにこうして大学名を記載するというのは今ではちょっと考えられませんね。一帯は引き続き高級分譲住宅地として開発され、大泉学園町という町名と5番の目に整理された区画に現れています。こちらは1956年昭和31年頃の大泉学園駅前の様子です。この駅舎は1983年に解体されています。旧駅舎と成増行きの西武バスです。人々は半袖ですので季節は夏、ところがバスの窓は全開です。この当時はまだエアコンが設置されてなかったようです。調べてみると国内の路線バスに本格的にエアコンが設置され始めたのは1980年代に入ってからとのことでした。こちらは大泉学園北口近くにあった純喫茶カトレア、漫画家の東秀夫が近くに住んでいて編集者との打ち合わせはこのカトレアが使われていました。カトレアといえば新宿駅東口紀伊国屋書店地下に90年代まで存在していたお店が有名です。漫画家や編集者が打ち合わせをしたり、漫画家志望の若者が集まりコーヒー一杯で何時間でも粘れたといいます。こちらは1975年の駅前商店街の様子です。
正面に見えるピックアップトラックはダットサン620型と言われるモデルです。日産が北米市場を意識したコンセプトで開発されました。こちらは昭和31年頃の大泉学園通り、学園橋手前あたりの様子です。道路は舗装され徐々に街として整え始めているのがわかります。こちらは2009年の大泉学園通り、学園橋付近の様子です。大泉学園を南北に貫くメインストリートでありながら片側1車線しかありません。路線バス、右折車、店舗駐車場への入庫待ちの車等で時間帯によってはかなり渋滞します。さて、大泉学園を語る上で外せないのが東映の東京撮影所や東映アニメーションの存在です。1951年、昭和26年、東横映画、大泉映画、東京映画配給の3社が合併して東映株式会社が設立されました。大泉映画スタジオは東映東京撮影所と改称されました。業界では大泉撮影所、あるいは単に大泉と略されるそうです。仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、頑張れロボコン、 G メン75、キーハンター、ドーベルマンデカ、特捜最前線、今でも続く相棒などなど数多くの名作を生み出しました。余談ですが、野村不動産が販売するプラウドシティ大泉学園というマンションは撮影所の敷地に隣接しているため、仮面ライダーセイバーやマシン戦隊キラメイジャーにたびたび映り込んでいます。ある意味日本で一番テレビでの露出度が高いマンションと言えるかもしれません。ロケ地町案内というサイトでは大泉におけるロケ地をめぐって紹介しています。1976年から77年まで放映されたドラマ5年3組魔法組では東大泉中町銀座商店街付近で撮影が行われていました。タクシーの行列がすごいですね。1984年から85年まで放映された宇宙刑事シャイダーでは南口の商店街で撮影が行われています。さらに大泉学園はジャパンアニメ発祥の地というもう一つの顔を持ちます。大泉学園北口には通称大泉アニメゲートがあります。大泉学園駅の改札口を入ったコンコースには松本零士の銀河鉄道999に登場する車掌をかたどったモニュメントがあります。大泉学園駅の発車メロディーには銀河鉄道999の主題歌が使われています。大泉がアニメーション発祥の地と呼ばれるようになったのも、先ほど紹介した東映が1956年東映動画社、現在の東映アニメーションを発足したことによります。東京撮影所に隣接する形でスタジオが整備されました。当時のアニメーション映画のスタジオとしては東洋一を誇る規模と設備で、ここで日本初の劇場用長編カラーアニメ白蛇伝が誕生しました。以来60年以上名作アニメを作り続けています。作画スタッフの写真ですが、彼らの手により当時の子供たちの夢の世界が紡がれていたのですね。ところで大泉学園町、とりわけその6丁目は陸の孤島と呼ばれています。最寄りの駅まで徒歩30分以上かかると言われています。さらに埼玉県新座市と接していて、なんと住宅の敷地の中を県境が貫くというケースもあるようです。これはかつてこの一帯が雑木林しかなかった頃に県境が設定されたことによります。そこで大江戸線の終点光が丘からの延伸工事が予定されています。まさに陸の孤島である大泉学園町を東西に貫く形で想定されています。完成すると大泉学園町から新宿までの所要時間が最大20分以上短縮されるとのことです。現在用地の 80% を確保しているそうですが、東京都から具体的な開業等のスケジュールは一切発表されていません。現時点ではいつ開通するのかわからないということですね。さて、今回の東京都練馬区の第2弾石神井公園大泉学園編はいかがだったでしょうか。武蔵野鉄道が大正期に石神井駅を開業すると、三宝寺池を中心に周辺の観光開発は進み、庶民の行楽の場となりました。旅館や料亭が開業、多くの文化人を集めました。漫画ど根性ガエルの舞台となったのも石神井公園でした。課長島耕作にも何度も公園の風景が出てきたり、ドラえもんののび太が住むのも数々のエビデンスからこの付近だったのではないかと言われています。かつては雑木林がその大部分を占めた大泉学園も、武蔵野鉄道の開通、震災後の箱根土地による学園都市構想が開発の端緒となりました。東京商科大学の誘致には失敗したものの、震災後の住宅需要の拡大の波に乗り、閑静な住宅街へと変貌を遂げました。東映東京撮影所や東映アニメーションが昭和20年代頃からこの地で活発に制作活動を始め、数々のテレビドラマやアニメの名作をこの世に送り出しました。
陸の孤島といわれる大泉学園町には現在地下鉄大江戸線の延伸計画が進んでいます。今後このエリアがどんな姿に変貌していくのか注目していきたいと思います。この動画が良いなと思われましたら高評価チャンネル登録をお願いします。 Twitter で更新情報制作裏話などをつぶやいています。概要欄にリンクがありますのでぜひフォローをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。